はい、皆さんこんにちは、マンダルルビジです。では今回はレトロゲームガンダムジェネレーション1年戦争期、続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回はね、初回ということで V 作戦始動、まあ、原作の中ではシャアがサイドセブンに奇襲攻撃を仕掛けてくるという場面なんですけども、そこをね、無事クリアしました。今回は今ご覧いただいたオデッサ作戦をね、プレイしていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まず今回させる、出撃させるモビルスーツ一覧ですけども、ご覧のような形ですね。まずはガンダム。そして、ガンキャノンが2機。ジムが2機。ガンタンクが1機という編成でいきます。母艦はホワイトベースです。地上マップになってますね。ここにいるのは、なんだろう。ビクトレーかな。ちょっと見てみましょう。ギャロップですね。なぜギャロップが味方機扱いになってるのか、少し不明ですが、敵はここにいますね。敵もギャロップか。中には、モビルスーツ。グフが1機、ザク2が2機ですね。下側のギャロップも見ましょう。ここはマゼラトップが3機か。では、普通に攻撃仕掛けていきましょう。一応、今回は、占領しながら、まったり進んでいきましょうか。ではまず敵の前衛ですね。ギャロップにマゼラトップ3機入っていた部隊と快適しそうなので戦っていきましょう。まあ、原作ではランバラル隊がね、ホワイトベース隊と交戦する場面もあると思うんですけども、ここではまずマゼラトップとの戦いですね。まあ、ランバラルも劇中ではだいぶお年を召された中年という感じで描かれてますけど、年はもう僕よりも多分若いんじゃないですかね。僕も今年38になったんですけど、ランバラルはね、年を取ってるように見えて実はすごく若そうな設定になってますからね。ここは、マゼラトップを撃破していきましょう。ガンタンクはこの砂場で割と機動力発揮してますね。逆にガンダムよりも移動力は高い状態かな。ガンキャノンもここはちょっと足が遅くなってますね。ではこのまま敵のまずマゼラタク隊を撃破していきたいと思います。まずはギャロップを撃破しました。あとは、まあ、劇中でランバラルが乗っていた、こっちのね、グフ部隊、グフ1、ザク2機のギャロップをね、撃破していきたいと思います。ちょっとガンダムが減っちゃってるので、ガンダムはね、しっかり、守りましょう。ガンダムこんな感じですね。残りヒットポイントが1400。このままだとやられてしまうので、ガンダムは守ります。確かこの時、グフと戦闘して、ガンダム、ダメージ受けましたよね、実際にね。まあ、今回は、ギャロップの砲撃を食らって大ダメージを被っているので、ここは回復しに、ホワイトベース、母艦に一度戻ります。残りの部隊でね、グフ部隊を攻撃していきましょう。で、ギャロップ一隻撃沈したことによって、マゼラトップが白旗上げてると思いますけど、これね、捕獲できるものですね。グフとガンキャノン。まあ、ここを撃中だと、カイの乗るガンキャノンがランバラールのヒートロッドにブル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 ってされてるところにガンダムがね、バーッと来て助けに来ますよね。ここはダメージ2300。
で、バルカンで反撃です。バルカンでも結構ダメージ与えますね。できればね、モビルスーツはもうこれ以上一気もしないたくないので、手負いのモビルスーツはしっかり回復していきます。バズーカーの射程がギリギリ届くんだな。命中率 80% 回避すると 47%、 これ回避にかけよう。半々ですよね。 50% だと。よし、かわした。ダメージを負ったらちゃんと戻します。丁寧なプレイでいきましょう。おお、ホワイトベースの4連装ミサイルがグフに直撃。クリティカルヒットでグフを撃破しました。これは助かったな。そしたらガンダムはまだ回復してないな。回復したものから出していきましょう。ではジムはまだ温存していたのでジムを出します。ガンタンクも回復完了してるね。じゃあこのアプリから出していきましょうか。とはいえジムもここでは足が遅い。ガンキャノンのグレネードなんてありましたっけ。グレネードってね、まあ、投げるイメージです。あ、投げましたよね今。グレネードを投げてきたな。敵もグレネード、まあ、確かにあのザクはグレネード投げてくるイメージあるけど、ガンキャノンもグレネード投げるんだな。そしてこのグレネードの投げ合いを制したのはザク。これでガンキャノンが危なくなったな。もしかしたら一気ガンキャノン失うかもしれないですね。残るんかい。13残しか。ちょっと痛い残り方ですね、この13は。ギャロップの砲撃仕留められるんだったら仕留めたいな。仕留められる。 72% 当てたいな。 13%、 うん、残りヒットポイント13だからね、これは仕留めたいですよね。よし、当たりさえすれば削れるダメージ。これで残り2機になりました。ザクもできれば捕獲したいので1機はね。ギャロップを次集中狙いしていきます。地道に制圧を続けてます。ここでギャロップを仕留めていく。ジムの武装はどうなってんのかな。ジムの武装で攻撃できる、あービームスプレーガンしかないか。じゃあちょっとこれはギャロップまでは届かないですね。ギャロップを集中狙いしたいのでギャロップを狙っていく。ちゃんと山とかあると攻撃当たらないですね。障害物があるとその障害物を越えて敵を射程範囲に収めていても攻撃は当たらない、いい仕様になっていそうですね。今見た感じだとこの辺りはしっかり作り込まれてるなっていうね、スーパーファミコンのゲームにしては戦略性が結構あるなっていうゲームに仕上がってそうです。さあこれでギャロップ仕留められるかな。ギャロップがねダメージ与えて逃走を図ってるのでこれ追い込んでいきましょう。当たれば、防御されるとダメージ半減ですね。どうだろうな、もしかしたらこらえられてしまうかもしれない。ここでもう一発低反動キャノンを当てて、あとどれくらい残るかですね。逃げられて回復されると厄介なので仕留めてしまいたい。よし、2点与えてギャロップ撃破です。これでマップ上に展開していた敵は全滅させました。ちょっと捕獲がね、うまくできませんでしたが、まずはステージクリアを優先します。続いて
宇宙世紀0079、11月30日、オデッサの配置にまみれたジョン軍は、南米の連邦軍総司令本部基地ジャブローへの攻撃を敢行する。上空からの降下部隊と水陸両用モビルスーツ部隊が今ジャブローに集結しつつあった。ということで、ここはやっぱり、ね、今画面にもうっすら映ってますけども、シャアのズゴック。あとは赤鼻のアガイ。ゾンクなんかもね、出てきたステージですね。本拠地防衛を図れ。ということで、じゃあ、あの、部隊の編成からしていきましょう。軍資金180ですね。まずは、我々の部隊ですが、ギャロップ。いや、これ、ビクトレかな？いや、ギャロップですね。ギャロップが1、ホワイトベースが1、ジムが1、コアファイターが1、タンクが2、キャノンが2、ガンダムが1ですね。じゃあ、モビルスーツ生産しますか。何を生産するか、ちょっと考えましょう。まあ、ザクとかもちょっと欲しいっちゃ欲しいですけどね。まあ、ここは、連邦系のモビルスーツで固めていきますか。そうすると、水中ステージということもあるので、アクアジムを何機かは、ちょっと用意しておきたいですね。でそうすると、母艦がちょっと足りなくなるので、母艦も作りましょう。ビクトレはどれくらいかかるだろう。うわ、全然足りなそうだな。そもそもビクトレがないっていうね。じゃあ、ギャロップを作りますか。ただ、宇宙で使えなくなるっていうのも痛いからな。ここはケチるか、まあ、どうかというところですけど、宇宙でも使えるのってなると、アルビオン、ホワイトベース、ザンジバル、ぐらいしかないかな。ガウが微妙に宇宙適性があるように見えるのは気のせいですね。何も ABCD のランクがついてないので、やっぱりそうなると宇宙で使えるのはないな。じゃあ、これで出ますか。今ちょっと見てたらクラスチェンジができますね。エースに育てばクラスチェンジができそうで、NT1、これにクラスチェンジできそうです、ガンダムは。ガンタンクは陸戦ガンダム。クラスチェンジできましたね。性能見ましょうか。これがガンタンクからクラスチェンジした陸戦型ガンダムですね。もう一つ NT1RX、 これガンダムからクラスアップしました。これらをじゃあ発進させていきましょう。さてと、敵がどこから侵入してきてるかというのを確認しましょうか。ここにマッドアングラーらしき機影がありますね。それ以外はパッと見見当たらない。数は多くなさそうですね。確かにあのゴップとかがね、敵は多くないみたいな感じの発言しますもんね。このジャブローの防衛戦においては。で、もともと入っていたところは、ジム、アクアジム、コアファイターなんかが入ってますね。敵をどこで迎え撃つかだな。ここにいるマッドアングラー隊、これちょっと中身確認しますか。このマッドアングラー隊は、アンガイとシャーズゴらしきものがいる。じゃあちょっとこれらとね、交戦をまずしていきましょう。ん？空にガウがいるんだな。ガウを倒すのはちょっと苦労しそうだな。降りてきてもらわないとちょっと戦えないですね。何、ガウがマップ兵器使ってくるのか。絨毯爆撃だな。ダメージは結構出そうですね。これ連続で食らうな、この絨毯爆撃。いや、破壊されてんな。ジムなんかはもうこれでやられましたね。編成を見直した方がいいかもしれないな。だいぶダメージ出ましたよね、今ね。ジムを失ったからな。3000ぐらいのダメージ受けてますね、これ見ると。
で、マッドアングラ隊の攻撃でしょ、ここでさらに。やるな。撃破された。Gファイターが撃破されてしまったが、これ上空に上がって、先にガウを叩く必要があるってことですね。でガウの中に、ウドム、グフ、ザクが3機。いや、これは思ったより大舞台だな。すいません、ちょっとやり直してきます。なので、まずも、戦艦の数を増やして、まあ、戦艦の数増やすといっても、増やせるのは、ギャロップぐらいしかないので、ギャロップを増やしましょう。で、あとは、モビルスーツ、まあ、実際にはモビルスーツというよりかは、コアファイターとかになると思うんですけど、まあ、空飛べる、まあ、兵器を用意して、ちょっと空中戦で勝負を挑みましょう。Gファイターを2機作ります。これで全部使い切りましたね。これで編成し直してもう一戦挑みます。編成し直しました。まずホワイトベースの方にはガンダム。ちょっとアレックスにせずにそのままガンダムでいきます。でガンキャノンが2機、タンクが1、あと G ファイターが1、ジムが1です。で、ギャロップの方は2隻用意しまして、G ファイターとジム。で、アクアジムと陸戦ガンダムで編成しています。まずこれ、上空に上がって、敵のガウをね、地上に引きずり下ろさないと、なかなかこのまま普通に戦っても厳しいかなっていうね、さっきの戦いぶりで感じたので、早めに上空に上がって戦いましょう。まずこのホワイトベースですが、ジムが2、アクアジムが2、Gファイターが2か。どうしようかな。まず上空に上がってみますか、上昇。その上で出撃。Gファイターを展開していきます。敵のガウを仕留める。では敵が浮かずにも寄ってきてくれましたので、ガウを攻撃していきましょう。地上の方はですね、マッドアグラ隊が着々と進んできているので、これはギャロップ部隊でね、迎え撃ちたいと思います。しっかりと、モビルスーツを地上に残しておく必要が、こういうところでありましたね。いや、ガウ硬いぞ、これは。むちゃくちゃ硬いな。これは思った以上に苦戦しそうな予感がするぞ。まず一隻でもいいのでガウ仕留めたいですね。こうなってくるとね。ガウからの攻撃で3000以上こっちは減るので、一回攻撃したら確実に戻らないと次の攻撃で仕留められますね。なので一回あたりの攻撃でどうだろう。ガウを一隻仕留めない限り、こっちは2機の G ファイターを失うことになるな。そしてそれが現実のものになりそうだ。やってくれるな。まあ少なくともガウを地上に引きずり下ろせばまだ戦いようはあるかな。なんとか地上に引きずり下ろすっていうのを最優先しましょうか。このままいくとね、先ほどみたいに銃弾爆撃を食らってやられてしまうんで、それを避けたいですからね。ではまずガウ1隻目、これ仕留めましょうか。これを仕留めてから次を考えます。これでガウを落としておけば、中に入ってるモビルスーツがどうなるんでしょうね。空中で爆散したらさすがに、普通に考えたらね、もう使い物にならなそうですけど。この2連装メガリー仕様でガウを仕留める。これでダメージが5000。5000与えられれば次、もう一発当てれば確実に落とせそうですね。ここはそうだな。せっかくなんで。G ファイターで
撃沈しましょう。防御されると1800、残りのヒットポイント削れるかちょっと微妙ですね。当たって1400、あと400残りましたが、これはもう本当にここで終わりかな。倒せそうですね。ここで削り切りましょう。残りヒットポイント102と300の対決。何？かわされた。かわされたか。貴重だ。貴重な攻撃回数を。かわしてきましたね。これでガウ一石目、本当に撃沈できるかな。85% の命中率なので、これでガウ一石目。撃沈。中身のモビルスーツ、リックドム、グフドムがどう、ザクがどうなってるかですね。地上にコローンって落ちてるのかな。いや、そんなことないね。なので、ドムとグフとザクがここで散ったということですね。じゃあ、残りもう一隻のこのガウも仕留めましょう。そしたら地上に降りてシャーズゴックを迎え撃ちます。こちらのもう一機のガウもですね、腹の中にドム、グフ、ザクを入れたまま沈んでもらいましょう。だいぶ効率化できますね。これはこれで落としていく。はい、ガウもう一隻上空で撃墜しました。これで、ドム、グフ、ザクをね、降ろさせることなく撃退できましたね。あとは地上に降りてマッドアングラー隊と戦っていきます。で、地上の方ではマッドアングラーがですね、何を思ったか、突撃をかけてきているので、これ攻撃していきます。マッドアングラーはやっぱり、あの目のところに、デッキというか、シャアがね、立ってたっていうイメージがありますけどね。ブリッジですね、ブリッジ。ブリッジ、目のところがブリッジになってて、まあ、そこにね、シャアが立ってたなっていう印象があります。これ、マッドアングラーもここで沈めたいけど、あと、アクアジムが2。陸戦ガンダムが1位攻撃残ってますね。それでどこまで削れるか。ダメージソースの高いものにちょっとかけてみますか。8000。クリティカルヒットで8000か。逃がさんぞと。ということで囲っていきましょう。ビームピック。これが一番攻撃力高そうですね。マダングラーはもう防御に入ってんな。ビームピックっていうのはこういう感じなんですね。先っちょにちょろんって出てる感じですね。じゃあここもビームピックで攻撃していきます。いや、せっかくだから違う武装も見てみますか。そうすると、まあ多分ね、これ、ゾーンオブコントロールみたいなものはないと思うので、微妙だと思うんで、逃げられてしまう可能性はありますが、せっかくなんで、マリンミサイルとかもちょっと見てみたいんで、マリンミサイルを撃ってみましょう。攻撃力はね、高そうですよね。ビーム砲撃ってくんだ。まあ、次のターンで中に入ってるシャーズコックとかが出撃してきても攻撃はできないはずなので、まあ我々の方にね、まだ有利性はあると思います。グホ3800。あとはこの陸戦ガンダムですね。ビームサーベルで攻撃が30か。これ防御してくんだ。次のターンで確実に、
このマッドアングラーは沈められそうですので、ね、ではマッドアングラーにとどめを刺しましょう。ガンダムのビームサーベルでマッドアングラーを切り裂く。防御されて削り切れるかどうかちょっと微妙なところかな。なんかね GP01 みたいに見えるね、この色雰囲気は。残った、511残っちゃいましたね。では最後はアクアジムでとどめを出しましょう。アクアジムのビームガンってどんなものか、これもちょっと見てみたいんで、せっかくなのでビームガンで仕留めていきます。もうなかなかねアクアジム使うシーンもなくなってくるだろうし、特に宇宙人だったらもうね使う機会ないですからね。お、かわされた。やるな、マッドアングラー。マッドアングラー隊のね、マッドアングラー操縦してた指揮、まあ、操縦というか指揮官誰だったんでしょうね。シャアはね主にズゴックで出ちゃってたイメージがあるんで、そうなるとこのマッドアングラーをね誰が指揮してたのか。最後はガンダムのバズーカーでマッドアングラーを撃沈。バラバラバラッとね、シャーズ号とか出てくると思うんですけど、一応これで敵は全滅です。はい、というわけで、じゃあ今回はねここまでにさせていただきたいと思います。最初ねちょっとガウの絨毯爆撃の前にやられてしまいましたけども、うまくね G ファイターを動員して攻略できました。